はい、中年オタッキーです。今ね朝の4時14分なんですけども、とりあえず動画を作る時間が全くないんでね、こんな朝早くから、今ね西宮市、兵庫県西宮市の山口流通センターっていうところにいるんですけども、で荷物を下ろす順番を待ってるんですけど、荷物が降りないんで、その時間を使ってねちょっと動画を作っていこうと思います。で今日のネタはこいつですね。はい、キヤノン A シリーズのねフラッグシップキヤノン A1 をねちょっと入手しました。ツイッターとか見てる方は知ってると思うんですけども、2000円でねジャンク品を買ってきまして、動くようにしたもので写真を撮ってまいりましたので、そちらの紹介になってまいります。それでは動画スタートしていきます。はい、このキヤノン A1 なんですけども、1978年に発売ということで、1976年に、キヤノン AE1 が発売になりまして、爆発的にヒットしまして、その派生モデルっていうことになりますね。基本的な構造はね、あんまり変わんないです。で、シャッタースピードは1000分の1までですし、横走りの布幕のフォーカルプレーンということで、ファインダーの視野率なんかね、AE1 のが若干広いぐらいなんですね。ただ、フラッグシップモデルということで、非常に豪華な装備になっております。AE はね、5モード AE、シャッタースピード優先 AE、 絞り優先 AE、プログラム AE、 プログラム AE は多分キヤノン一眼は初じゃないかな。で、ストロボ AE ですね、フラッシュ AE で、絞り込み実絞り AE ということで5モードの AE を搭載しております。これたくさんの AE、 この当時ねAE のモードがたくさんあるカメラの方が偉いというね、なんか風潮が、あってね、盛んにね、各メーカー、競い合ったということになるんですけども。で、一番感心するのがこのギミックですね。ここのギミックです。基本的にね、絞りはね、この A のマークに合わせてね、撮るんですね。で、今からこう見せますけども、このギミックの、AV に合わせると、この、窓から見えるのがね、絞りの数値になるんですね。これで電子ダイヤル、ダイヤルで、絞りの数値を合わせて、で、これをシャッタースピードの TV にすると、シャッタースピード優先、シャッターのね、すごく速度の表示になって、で、1000を超えるところまで行くと P っていうマーク、プログラム AE に、設定できるということで、現代のね、カメラの、なんか感覚にちょっと近いものをね、このギミックでね、やってしまってるというね、なかなか凝った作りになりますね。で、シャッター、セルフタイマーだ。セルフタイマー。セルフタイマーもね、2秒セルフタイマーをね、装備していたり、露出補正もね、3分の1ステップで、プラスマイナス2までね、3まで欲しいところですけど、2まで設定できるということで、結構ね、プロユースでもね、耐えれるようなね、ものになっております。で、基本的にね、この 50mmF1.4SSG 付きで11万3000円だったみたいで、ボディのみは8万3000円ということで、値段はね、A1 が、レンズ 1.4 のこのレンズ付きで8万3000円だったということで、結構高額なカメラになったんですけども、結構売れたんですね。話題になって、カメラロボットとかいうね、名前も付きまして、結構売れたんですね。で、欠点としてはね、ものすごく電池を食いました。今もそうですけど、電池食い虫ってみんな言ってましたね。私の先輩も使ってたんですけども、で、僕もね、長いこと憧れてずっと欲しいなと思ってて、ようやく入手したんですけどもね、こだわりでね、ストラップもね、純正のストラップを使ってたりしますけども、デザインも非常にいいですし、マニュアルフォーカスのね、最近、フィルムカメラはマニュアルフォーカスのモデルの方が人気になってるんですけど、マニュアルフォーカスレンズで写真を撮れて、なおかつ、自在に AE を使えるということでね、欲しがってる方も多いと思います。で、相場的にはね、これはね、ジャンクでね、2000円だったんですけども、
ヤフオクで5000円前後ぐらいから、高いものは1万数千円まで、してると思うんですけどもね。まあトラブルが多いカメラでして、できればヤフオクは避けた方がいいんじゃないかなと僕は思います。トラブルのね、まず一番多いのはシャッター泣きですね。僕のもこれシャッター泣いてました。で、シャッターを切るとキシュンって音がするんですね。で、僕はね、いつも仲良くしてる中田師匠に言ったら怒られるような直し方で直しました。この底板をね、ネジを緩めて開けて、で、このシリコンオイルね、これシリコンオイルじゃないとダメですよ。普通のオイルじゃダメです。シリコンオイルは樹脂を浮かさないんで、これでね、シャッターユニットの中にこう差し込んで、シュッシュってね、ちょっとずつちょっとずつ、噴射してシャッターを切ってっていうことで、シャッター鳴きが止まるまで続けました。で、現在はこの、電源が入ってね、あ、シャッター速度すごい遅くなってプログラムだまあこんな感じでね、シャッター鳴き止まっております。まあ、音は微妙な音なんですけども、動くようになっております。で、その修理の仕方ですか、シャッター泣きの修理の仕方はね、外国人の方がね、注射器みたいなやつでオイルを入れるっていう紹介をしておりますので、もしね、よければ、そちらを参考にしていただけたらと思いますけども、できれば、ちゃんと動くカメラをちゃんとしたカメラ屋さんで買うのがベストだと思います。僕もね、これ実は A1 以前にも1台、購入してまして、ジャンク品を購入してまして、でそいつはもうシャッターが動かなかったんですけども、やっぱり同じ方法でね、シャッター泣きと同じ方法で修理したらシャッターが動くようになったんですよ。で、露出計がね、4段ぐらい狂ってて、まあ使えるようになったかなぐらいの時にいきなり電源が入らなくなりました。で、これもね、2段、このカメラも2段狂ってるんですけども、まあ、だから400のフィルムを入れると ISO を1600に設定して使ってるんですけどもね、まあ、調整する方法もあるといえばあるんですけども、あんまりね、大きく露出の数値が狂ってる A1 は壊れる前兆だっていう情報もありますんで、カメラ屋さんでね、ちゃんとしたカメラを買う方がいいと思います。で、調整の方法はね、フォトライブの中田さんがね、アップされておりますので、そちらを参考にしていただけたらと思います。僕もまだやってないんですけど、この軍艦を開けたらスイッチがあって、こっちを押したらプラス、こっちを押したらマイナスっていうことをね、フォトライブの中田さんが詳しく、説明しておられます。今日のね、カメラ紹介、ここから、写真をね、紹介しております写真紹介してなかったよ。基本的にね、50mm F1.4 SSC で撮ってます。で、全部 AE で撮ってます。で、巡航で撮る分には、十分な性能を発揮するこの AE なんですけども、中央部重点平均速光ということで、逆光には非常に弱くなりますので、露出補正が必要になります。で、2枚だけね、テロップ出ますけど、70-210F4。ニュー FD ですね。ニュー FD70-210F4 で撮ってます。この 50mm1.4 のレンズもね、200円で買ってきたジャンクでね、そんなにいい状態ではないんで、逆光で撮るとやっぱフレアが出てしまいましたね。こんな感じでね、AE で撮ってるんですけども、非常にね、調子よく撮れておりますんで、まあ、このカメラはまあ当たりだったかなという感じですかね、ジャンクにしては。でまあ、デザインもいいですしね、まあ、憧れてる人も多いと思います。僕もね、ずっと欲しかったんですけど、本当にね、でも、まあ、このね、黒のボディで、シルバーのボディないんですね、A1 はね、黒のボディでね、まあ、電池はね、消耗が非常に 4LR44 っていう電池を使ってるんだけども、まあ、LR44 4つつなげて入れても大丈夫っていう話でもありますけどもね、電池が非常に消耗が激しいので、予備の電池を必ず携行していただくカメラになります。もう電池が切れたら全く何もできないカメラになります。はい、カメラ紹介はここまで。で、今日は、視聴者様の写真を紹介するコーナーなんですけども、なんとね、一気に12名の方からのエントリーがありまして、ちょっと今日ね、申し訳ない、ちょっと今週ね、もう次の動画は、ライブになってしまうと思うんで、一気に12名、ちょっと簡略版ということでね、駆け足で紹介してまいります。最初はね、テルさんの写真、
テルさんの写真からいきます。テルさんの作品、ペンタックス K30、SMC ペンタックス M28mmF2.8、シャッタースピード50分の1、絞り F8、ISO 100で撮られてる。これ可愛らしいね、お地蔵さんの写真になりますね。でね、これ、今のペンタックスもそうなんですけど、ね、ちょっと柔らかい調子でね、優しい撮られておりますね、これね。ちょっと逆光気味なのかな、なんかイメージに合ったね、調子でね、これいい写真だと思いますね。デジタルっぽくないですね。うん、いい感じだと思います。はい、てるさんありがとうございます。次に、これは YouTube ネーム、これヤフーコングさんでいいんですね。これシェットランドシーブドッグかな、シェルティーかな、自宅で愛犬を撮影された写真になりますかね。カメラはね、ペトリ CCA でオート 55mmF1.7 で撮られてるので、コダックゴールド100の期限切れのフィルムということなんですけど、結構いい感じの色に撮れてますね、これね。まあ、コダックらしさもちゃんと出てると思います、赤のあたりとかね。いい感じで撮られてますね。僕もペトリのね、ペンタ V、持ってますけどもね、ピントの精度が狂って使い物にならないんで、なんとかしたいなって思ってるところなんですけどね。ペトリのカメラ、いい感じで映っておりますね。ヤフーコングさんありがとうございます。次に369モノクロームさんの写真なんですけども、作品モノクロで2枚、カメラはね、両方ともベッサ R2、鎮動ズミクロン 50mm ということでね、良いカメラ、良いレンズで撮られておりますね。で、1枚目がね、ネオパンアクロス、2枚目がね、イルフォード HP5 ということで、もう見比べてもらえば分かるんですけども、イルフォードの方が明らかにハイコントラスト、シャープですね。これフィルムのね、差になりますけども、よくね、フィルムの差が分かるということでね、富士のね、アクロスはね、柔らかい調子のフィルムということで、ね、結構希少といえば希少だったんですけど、まあケントメアの100も柔らかく撮ろうと思えば撮れますけど、まあアクロスはね、もう新しいアクロスになって、どうもね、どうもイルフォードが製造してるんじゃないかなということでね、まあ僕もそんな感じしますけど、触った感じとかケースとかもね、見りゃそんな感じしますけども、まだ現像はしてないんでね、イルフォードのね、ディルフォードじゃない、新しいアクロスの写真は、今、ニューエフ版で撮ってます。で、できましたらね、また比較動画とかも作ろうと思いますけどもね。はい、369モノクロームさん、非常に貴重な、フィルムのね、違いが分かる写真、ありがとうございます。で、次がね、サファイアさんの写真。サファイアさんの写真ね、今回のすごいですよ。これね、素晴らしい写真2枚。カメラはね、ペンタックス SP、レンズスーパータクマ 55mmF1.8 ということでね、スーパータクマのね、良いところをね、ズバーンと出してきてますね。この柔らかい調子で、背景ボケの美しさ。で、さらに2枚目はね、特に2枚目僕好きなんですけど、コダックカラープラス200というカラーネガで撮られてるんですけども、カラーネガのね、ラチチュードの広さをね、素晴らしく活かした、シャドウとコントラストのね、を活かした写真、綺麗な写真になってますね。で、絞り込み速攻だとピント合わせが難しいっていう説明をいただいたんですけども、これはね、まあ、ペンタックス SP の場合は絞り込み速攻、まあ、大体そうなんですけど、絞り込み速攻とパッと上げると、まあ、絞り込まれるんですけども、レンズの方にね、オートとね、そうじゃないモード、切り替えのスイッチがあります。で、オートにすると開放になって、反対側にすると絞り込まれると思うんで、オートの方に合わせて速攻し、あ、違う、オートの方に合わせてピントを合わせて、で、反対側にして絞り込み、速攻して、その切り替えでね、うまいことを、使っていただけたら、ちょっとめんどくさいんですけどもね、開放速攻に比べて絞り込みのね、速攻式はめんどくさくなりますが、結果的にね、被写界深度を確認したりもできるんでね、一石二鳥なんでね、ぜひぜひ使いこなしていただけたらと思います。はい、サファイアさん素晴らしい写真ありがとうございます。次が、フリーマンさん。フリーマンさんの写真ね、これね、もうベテランさんの写真だなーっていうね、写真2枚。どちらもね、オリンパスペン EF、ケントメアの400で撮られてるってことで、オリンパスペン EF っていうのは、オリンパスペン E になんかフラッシュが乗っかったっていうね、多分ね、ピッカリコニカ世代の、カメラだと思うんですけど、これね、2枚ともね、そう構図がね、もう素晴らしいですね。もう本当にベテランだなーと思いますね。
大胆な声でちょっと真似しようかなと思います。フリーマンさん実はね YouTube もやっておられます。写真ね、初心者とか始めて間もない人にはちょっと何言ってんの分かんないっていう、マニアックな、かなりマニアックなんですけど、僕もツボにはまってます。結構ね、あのツボにはまる動画が多い、面白い動画も多いです。で、あの説明欄の方にリンクを貼っておきますので、興味のある方はね、ぜひフリーマンさんの動画見てみてください。レンズの面白い話がたくさん聞けます。はい、フリーマンさんありがとうございます。次がアルファ K さん、アルファ K さんの作品なんですけど、これ2枚、今日ペンタックスね、ペンタックス多いな今日、ペンタックススーパー A って言ってね、あの A1 のねライバルのカメラになりますね。レンズがね SMC ペンタックス M50mmF1.4、フィルムが富士フィルム記録用の100ということで、これ多分ねレンズにね太陽が入ってるんじゃないかな。これ綺麗に撮れてますね。コントラスト崩れもなく綺麗に撮れております。素晴らしくね、特に2枚目いいですね。印象的な写真になってます。海も青い、空も青いということで素晴らしい写真になってます。はい、アルファ K さんありがとうございます。次が、ミッシェルさん、ミッシェルさんね、ミッシェルさんちょっと久しぶりですね。2枚、お祭りのね様子をね撮られた写真になりますね。キャノンニュー F1、レンズが FD50mmF1.4SSC、 このレンズ同じレンズで撮られておりますね。で、フィルムがコダックカラープラス200ということで、柔らかい、感じと暖かい色調ですか、コダックらしい、色が出てますね。楽しい雰囲気で撮られております。いい感じの写真になってますね、2枚とも。これ何のお祭りなんだろうな、何の祭りなんだろうな、良縁祈願とか書いてあるからな、その手の祭りなんでしょうけどね。はい、ミッシェルさん、写真ありがとうございます。次が、つつちちちちさんですか、の写真。これ2枚、2枚ともね、素晴らしいね感じの写真。1枚目もね、カメラがね、フジカのね ST605、スーパータクマ 55mmF2 ってことで、これペンタックス今日多いな。富士から ST605 はね、ちょっと触ったことないんですけどもね、これ M42 マウントになりますね、多分ね。この、ね、光の反射、ね、イチョウの落ち葉、いい雰囲気で撮られてますね。で、2枚目がね、これ、どんなシチュエーションってとか、危なくないのかな、これギリギリまでね、路面電車が迫ってくるのを待って、撮られたんでしょうけど、これね、すごい印象的な写真になりますね。ちょっとね、アニメの世界にも出てくるような、いい感じの写真になっておりますね。つつちちちちさんありがとうございます。はい、次一都市級さんの写真になりますね。2枚、1枚目がね富士のアクロスで捉えて、ニコン EM ニコレアイ 2885F3.5 か 4.5S、2枚目がねニコン FM3A、マイクロニッコール 105mmF2.8S、2枚目はねイルフォード XP2 スーパー400ということで、これ C4 以前も紹介しましたけど、 C41 現像のね、モノクロフィルムになりまして、マチラボでも現像できるということで、手軽に使えますし、でちょっとね1枚目と2枚目を比較してみれば分かると思いますけど、若干柔らかい調子で撮れるんですね。 XP2 スーパー、これね、非常におすすめになります。C41 現像ということで、厳密に言ったらモノクロではないんですけど、モノクロ調で撮れるということで、露出オーバーとかにも強くてね、モノクロ初心者にはね非常に扱いやすいフィルムになりますので、超おすすめのフィルムになりますね。一都市級さんありがとうございます。貴重ですねこれね、2枚の比較もできまして貴重な写真になります。ありがとうございます。次オールドマンさん、オールドマンさんの写真ね、ちょっとね私の写真のコーナーでは珍しいモータースポーツのね写真になりますね。モータースポーツ、これドリフトグランプリだと思うんですけども、カメラがなんとねイオスキスデジタル初代、600万画素、ということで、撮られております。これ2枚目なんかね特にトリミングされてるっていうことなんですけども、十分な画質ですよね。600万画素、のね一眼でもね十分な写真が撮れるということで、ただ、シャッタースピード優先にするとなんかワンショットAF しかできないということで、なんでそんな仕様になってんだろうな、僕もちょっと後で確認しようと思ってるんですけども、それはでも綺麗に撮られておりますね。シャッタースピード優先 AE でこれワンショットで撮ってるんですか。ピントも結構来てね、なんか撮る
いい感じになってると思います。僕が撮るんだったらもうちょっと速度を遅くして絞り値を上げてピンアマを解消するかな、流れもしますしね。ただ一眼で流し撮りが初ということで 300mm のレンズで結構ね困難なものもありますんでね。で 300mm ということは APS-C だと換算 480mm になりますんでね、よく撮られてると思いますよこれ。うん、素晴らしいと思います。はい、オールドマンさんありがとうございます。次マグナムさん、マグナムさんの作品がねこれね1枚目がね富士の XP130 っていう防水コンデジになります。で2枚目が、オリンパス EM10 マーク2に1442のキットレンズなんですけども、これどちらもね都電荒川線、1枚目がね荒川線の箕輪橋駅というか、2枚目がねその付近なんですけども、これもう昭和の雰囲気バリバリですね。都内にこんなとこあるんですね。僕東京都内はあんまりうろついてないんでちょっとわからないんですけども、でちょっと気になるのがこれ XP130 ちょっと青みがかったモノクロになりますね。これこうモノクロモードなんでしょうかね。ちょっと面白い色調になってますね。軽くブルー色調が入ってるの。2枚目は普通のモノクロになりますけど、これすごいですね。これ、西成とかにもこういうとこあるんでしょうけど、1泊1200円の簡易宿泊所ということで、都内にもこんなとこがあるんですね。昭和の雰囲気バリバリ残っておりますね。はい、マグナム様、ありがとうございます。で、最後になります、夢旅人さんの写真になりますが、今回はね、パナソニックのルミックス、DMC-GF1 レンズが、1452 F3.5 から 5.6 マイクロフォーサーズのセンサーということで1452になるんでしょうけども、パナソニックのねカメラの写真あんまり僕見ることないんですけども、これね結構ね上から光が差し込んでるような状況で、難しい状況になると思うんですけども、結構見事に撮られておりますね。パナソニックのカメラね、実はね、もう一回ね、使ってみたくて、ハードオフとかでね、眺めてるんですけども、なかなかね、その、財布の具合が良くないんで、買えずにおるんですけどもね、ぜひね、私もね、ちょっと、ルミックス使ってみたいなって思った2枚になりました。はい、夢旅人さん、ありがとうございます。ちょっと駆け足になりましたけどね、こんな感じで紹介させていただきました。一気に12名もね、エントリーがあるとはちょっと思ってなかったんで、申し訳ない。で、今週はもう次の動画はね、ライブになる予定で、カメラプレゼントが、令和元年12月18日、23時59分59秒で締め切りになるんですけども、20日前後、12月20日前後ぐらいに、カメラプレゼントに抽選も兼ねてライブ中継しようと思うんですけども、こんな朝4時とかにね動画作ってるぐらいなんでね、もうとにかくものすごく忙しいんで、いつになるかわかりません。でここで告知するのは不可能なんで、ツイッターの方でねライブ中継数時間前になったら多分告知すると思う。このぐらいの時間にできるんじゃないかなっていう感じで、告知すると思いますんで、もしよろしければ私のツイッターの方をねチェックしていただけたらと思います。でツイッターの方はね、まだフォローされてない方はツイッター検索で中年オタッキーって検索すると多分一発で出てくると思うんで、そちらでフォローしていただけたらと思います。ツイッターやってない方はちょっと申し訳ないんですけどね、まあこんな感じになってしまいます。情報発信がねちょっとやる方法がちょっと制限されてしまうんでね。まあ今日の動画はここまで、で来週の動画になってくると思うんですけど、来週動画作れるのかな。まあネタは出来上がってきてるんで一応紹介しておきます。これね、日本高速機っていう昔あったメーカーがね作ったタロン35っていうカメラになります。これね和高様からね提供いただいたカメラでね、このカメラの特徴は何といってもレンズです。見えるかな、見えないかもね。トミナっていうレンズがついてますね。もうわかりますね。富岡光学が製造したレンズになります。で、こんな古いカメラなのにね、おーって写真撮れましたよ。で、いつになるかちょっとわかんないんですけども、動画は作りたいと思います。もう写真は撮れてるんでね、タロンっていうメーカー、結構ね、いろんなカメラ、作っておりますけども、随分前に倒産してしまったメーカーになります。はい。今日の動画はここまで。また次の動画、次はね、多分ライブになると思うんですけども、お待ちください。最近ね、もうどんどん視聴者様が増えてまいりまして、絶好調になってきておるんですけども、もっとね、たくさん動画を上げたいんですけども、なかなか時間がないということで、この辺で勘弁していただければと思います。で、年末繁忙期、ちょっとね、頑張って、無事
ということで走り切って、たくさん動画を作りたいと思います。また次の動画もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。この辺にね、チャンネル登録ボタン出てきます。まだチャンネル登録されてない方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。でこの辺にねあのリンク出てきますんでね、またお暇な方はねあのお付き合いいただけたらと思います。それではまた次の動画までお待ちください。さようなら。